こんにちは。今日の講義は書籍日向坂46高本彩香ファースト写真集僕の記憶の中でです。この写真集は日向坂46のメンバーでありファッションモデルとしても活躍する高本彩香さんの魅力を余すところなく詰め込んだ一冊です。彼女は神奈川県出身で1998年に生まれ、アイドルとしてのキャリアを着実に重ねてきました。高校時代には弓道部に所属し、その後欅坂46のオーディションに合格、さらに日向坂46へとつながる道を歩んできたのです。彼女の魅力の一端はそのお茶目で愛らしいキャラクターにあります。バラエティ番組では明るく、時にはお茶目な一面を見せ視聴者を魅了してきました。しかし彼女の魅力はそれだけではありません。彼女は日向坂46の美容番長としても知られ、そのスタイルの良さや美容に対する情熱が評価されています。ファッション雑誌 JJ や女性誌 &ガールでの活躍も目を引きますね。写真集僕の記憶の中ででは、彼女の日常から美しさを感じさせるシーンが満載です。自然な表情や彼女の持つ透明感あふれる笑顔が読者に強く訴えかけます。また特製ポストカードの封入もあり、ファンにとっては嬉しい特典と言えるでしょう。彼女のこれまでの活動を振り返ると、彼女の成長とともにグループも成長してきたことが感じられます。彼女自身もアイドルとしてだけでなく、モデルとしても確固たる地位を築いてきました。その才能と努力がこの写真集を通じて存分に表現されています。この写真集を手に取った読者が彼女の魅力に触れ、彼女が歩んできた軌跡を感じ取ることができるでしょう。彼女の新たな一歩に期待し、彼女のこれからの活動を応援したくなること間違いありません。この写真集はただ単に美しい写真だけではありません。それは高本彩香さんのこれまでの成長や努力、そして彼女が表現する多面的な魅力を垣間見る機会です。彼女の写真集は単なるフォトブックを超えて、彼女のファンや興味を持つ人々にとって一種の物語となり得ます。この写真集は彼女のアイドルとしての輝かしい瞬間だけでなく、普段の彼女の姿や素顔を覗き見ることができる窓を提供しています。彼女の笑顔や表情からは彼女の人柄や魅力がにじみ出ており、読者は彼女の内面に触れることができるでしょう。またファッションモデルとしての彼女の才能も光るこの写真集は、ファッションや美容に興味を持つ読者にとって一つのインスピレーションとなることでしょう。彼女のスタイルや着こなし、メイクのテクニックなど、日常の中で彼女がどのように美を追求しているかが伝わってきます。さらに写真集には封入特典として特製ポストカードが付属しています。これにより読者は彼女の異なる魅力や表情をさらに深く味わうことができ、彼女のファンにとってはコレクションとしても価値があるでしょう。彼女の写真集は卒業を控えた彼女の新たな一歩を記念するものでもあります。ファンにとっては彼女が日向坂46を卒業する前の最後の思い出となり、彼女のこれからの活動に向けた期待を高めるものとなるでしょう。この写真集を手に取った読者はただ単に美しい写真を楽しむだけでなく、彼女のこれまでの道のりやこれからの展望を垣間見ることができます。彼女の魅力に触れた人々は彼女のこれからの活動や成長を温かく見守ることでしょう。彼女のファンであればもちろんのこと、彼女のこれからに興味を持つ人々にとってもこの写真集は一つの貴重な資料となりうるでしょう。彼女がこれまで築いてきたファンとの絆をさらに深めるきっかけともなるでしょう。総じて日向坂46高本彩香ファースト写真集僕の記憶の中では彼女の多面的な魅力を存分に味わえる一冊であり、彼女のこれからの人生における新たな一歩を支えるものとなるでしょう。読者は彼女の成長とともに成長し、彼女のこれからの軌跡を心から応援することになるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの健康と美容は日々の生活において根本的な要素であり、その両方がバランスよく保たれることでより充実した人生を送ることができるからです。特に近年、健康管理と美容への関心は高まっており、それは単なる外見の美しさだけでなく、内面からの健康を追求する意識の高まりを反映しています。その一環として
多くの人々がダイエットや体型管理に取り組んでいますが、その中で注目すべきプライベートジムとして、ナイザップ結果にコミットがあります。このプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、クライアント一人一人に最適化されたプログラムを提供します。ナイザップ結果にコミットの特徴の一つは、専属トレーナーによる徹底したマンツーマントレーニングです。これにより、クライアントは自分自身に最適なトレーニングを受けることができ、これまでジム通いが続かなかった人々にも最適です。トレーナーが作成するプログラムは、クライアントの目標や体力に合わせて調整され、無理なく継続できるよう配慮されています。また、食生活やメンタルのマネージメントも重要な要素として取り入れており、健康的な食事習慣の指導やメンタル面でのサポートも言っています。これにより、単なるダイエットだけでなく、総合的な健康管理が可能となっています。さらに、ナイザップ結果にコミットは30日間無条件全額返金保証を提供しています。これは、クライアントが満足いく結果を得られなかった場合に、全額返金を保証するものであり、クライアントの安心と信頼を裏付ける大きな特徴です。ジムでは、1日たったの50分、週に2回のトレーニングで、効率的に健康的な体づくりを目指します。完全個室のプライベートな空間で行うため、他の人の目を気にすることなく集中してトレーニングを行うことができます。結果にコミットするという言葉が示すように、ライザップ結果にコミットはクライアントの目標達成に全力で取り組む姿勢を持っています。リバウンドしにくい体づくりを目指し、健康的に痩せるためのサポートを提供しています。このように、ライザップ結果にコミットは単なるダイエットジムではなく、健康管理に特化したサービスとして、多くの人々に支持されています。その総合的なアプローチと、クライアントに寄り添ったサポートが、数多くの成功事例を生み出しています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。